はい、どうも、メヘロジさんです。お疲れ様でございます。今日、そうですね、仕事行って、診断書渡して、はい、って感じでございます。ライブ配信ありがとうございます。で、まあ、ライブ配信でいろいろお話して、まあ、今、あんまり不適切な話はしてないんで、まあ、ちょっと公開にしているんですけども、まあ、メンバーシップだけにするのかどうかは、まあ、迷い中です。今、まあ、模索中でございますね。はい。で、基本的には、それが荒れずにですね、平和でやっていければと思ってますので、よろしくお願いします。まあ、おじさん自身がチャンネル主ということで、まあ、ちょっと偉い立場に立ってですね、そういう荒らしであったり、なんかまあ、みんなが不快だと思うようなところは、ブロックしたりとかですね、そういうことはするかもしれないんで、よろしくお願いします。あんまり考えてもなかったんですけどね、ちょっとまあ、人が増えてきたんで、まあ、いろいろありますわというところでございます。はい。で、オフ会に関してなんですけども、まあだからコンプラ重視で、動画配信をしている関係で、まあ思い通りに喋れないこと多いんですと、いうところで、まあ前々からね、知ってる人とかは、まあオフ会がまあ結構楽しかったりするっていうことで、来てくれてるんですけども、まあそういう感じでですね、まあオフ会は緩くやっていきますのでよろしくお願いします。6月15日大阪で、やりますということと、7月14、15、名古屋でやりますという旨はですね、コミュニティの方に書かせてもらってます。はい。6月15日土曜日はお昼にお好み焼きでも食べに行こうかなということと、まあ、その後ちょっと食べるという感じですね。はい。まあ、3人、申し出があって、2人申し出があって、もう1人は、確認中なんですけど、まあ、3、4人で、だらだらするかなという感じでございます。はい。で、名古屋はもう、私含めて4人確定しておりまして、ひつまぶし食べて、で、コメダでお茶して、その当日組はですね、解散っていう形で、その後ちょっと遊ぶかどうかは、まあ考え中。で、次の日、宿泊組は、一宮で、モーニングでも行きますか、というようなことを言ってるんで、まあモーニング食べて、次の日は帰ると。そんな感じで考えております。で、東京、横浜の方は、またコメントいただいたらですね、横浜オフ会、東京オフ会、また考えますので、おそらく、やれるのは9月か11月の3連休かなと思ってますけれども、だからそういう形で、予定を立てながらですね、ちょこちょこやれたらなと思っております。で、8月おじさんが、田舎の松坂帰るんですけども、松坂でもひょっとしたらバーベキュー、みたいな形で、やるか、どっか、焼き鳥屋さんですかね、焼肉でもいいんですけども、リーズナブルに遊べる、ような感じで、また人が集まってですね、だらだらおしゃべりできたらな、ぐらいで思ってます。まあ、別にそんなハードル高く、考えてもらわなくて、別に、なんかお仕事の話ばっかりするよっていうことでもなくて、基本的には、おじさんのことを、好いてくれてる人たちで集まってですね、みやみや喋るというような感じでございます。はい。それ以上でもそれ以下でもないです。はい。で、ずっとコミュニケーションを取りながら言ってるのは、その仕事と、家庭以外のそういう、ゆるコミュニティみたいなものはですね、僕は結構大事にしているんで、いつでも会えるおじさんということでですね、やらせてもらっているというところでございます。で、関西圏であれば基本的に、マンツーマンでも全然いいんですけども、足代とかお茶代とかそういうのは負担いただいて、レンタルおじさんということで、大体1時間3000円をめどに、お支払いいただければなということは言ってるんですけど、別に金が欲しいってわけじゃないんで、その辺は参考価格というところでございます。オフ会もしっかりですけどね。そういう感じで思うといてくれたらなというところでございます。ただ、一言添えておくと、おじさんと言ったリスナーは、お友達になってるわけではないというようなところは、ちょっと線引きをしないといけない事例っていうのがちょこちょこ出てきているというところでございます。個人的には別にね、ラフな関係でいいと思ってるんですけども、ちょっとあんまり踏み込まれすぎるとね、おじさんもおじさんで、仕事があったりもそうですし、
なんていうんですかね、動画配信、がやっぱりまあ主な活動でございますから、で、まあ言うたらオフで会う人以外にもですね、配信でしか見れない人っても結構いるわけですよ。だから配信で、楽しみにしているから、まあオフはオフで楽しんでほしいけれども、僕らのことも忘れんといてよっていうようなことにもなったりもするんで、その辺のところのバランスはおじさんの方でも取らなあかんなと思ってますというところで、なんかまあ個々別結構連絡くれる方もいらっしゃるんですけども、それってまあ言ったら、まあ皆さんからしたら楽しいかもしれないですけど、おじさんからしたらその他の視聴者さん向けに作る、動画の構成とか動画の時間をまあ奪う行為になっているので、なんかその辺のところはね、程よい距離感でいさせてくださいねというところでございます。それは日によってはがっぽり4つにね、組んで楽しくやりましょうという日もあるんですけども、まあ他に視聴者さんもいると、まあ今3000人ぐらいいるんで、そうなんですよと、そういうニーズもあっていろんな動画作ってくださいっていう要望結構来てるんですというようなところですし、僕は僕で生活して飯を食わないといけないっていうところがあるのでですね、まあ、YouTube で言うたらまあ稼げるようになったとは言ったってことで、たかだか知れてますから、本業はやらなあかんですから、なんかその辺のところのバランスはね、こっちでもちょっと取らないといけない都合があるので、まあほどほどの距離感で、まあほどほど仲良くやれたらなというふうに思ってございますので、よろしくお願いいたします。はい。で、まあオフ会自体はね、まあ言うたら手挙げてもろて、旗立てて、で人が集まりはやりましょうかというようなスタンスでございますので、こんなんしてほしい、あんなんしてほしい、ここでやってほしい、あそこでやってほしいっていうのはね、特にまあ今なら名古屋、東京、大阪がまあ多いんで、あと松阪ですか、はい、が出てきているので、まあその辺のところはね、緩くやりましょうというところでございます。今のところね、オフ会で揉め事は特にないっす。はい。配信自体はね、ちょっと最近揉めたんですけども、それ以前そこまで揉めてもなかったんで、まあまあ、だから気をつけないといけない事案っていうのはちょこちょこ出てきたんですけども、まあその辺ね、まあだから前々からの人たちはその緩い感じが良かったよっていうような感じでずっと言ってくれてて、おじさんもまあそうなんですよと。基本的に揉め事は起こしたくないし、で、みんながみんな、別に僕は、平等に接してますとはよう言わないです。それはその時のコメントでちょっと変わったりもするんで、でもそれに対して、おかんもりになったりするのはまたちょっと違いますしというところと、おじさんよりも面白いチャンネルなんて山ほどありますから。はい。まあ、自分がちょっとやっぱ気に入らんなと思ったら離れるっていうのも手でございます。はい。おじさん自身もなんかどうしても見てほしくて、もう土下座するから見てくれとかいうスタンスで僕はやってるわけではないんで、その辺はもうお互い緩くやりましょうというようなスタンスでございますから、はい。その辺は、まあ、忘れなきように。まあ、もともとこれ無料コンテンツですからね。無料コンテンツでやっぱりそのおじさんに対してわーわー言うのはまたちゃうと思っておりますので、でなっておじさんもおじさんで困って、周りも困るっていうような状況はやっぱりあまりよろしくないんでですね、その辺はまあ節度を持ってお互いやっていきましょうというところでございます。以上です。